こんにちは。スピリチュアルの女神です。第7チャクラは頭頂に位置し、紫や白の光を放っています。第7チャクラのテーマは霊性。神聖なエネルギーとつながりを持ち、宇宙意識とつながる場所です。スピリチュアルな覚醒を目的に第7チャクラを開くことばかりを考える方も多いのですが、残念ながら第7チャクラというものは第1から6チャクラをバランスし開いていくことによって自然と開かれていくものなのです。地に足のついていないふわふわとしたスピリチュアルは第7チャクラのエラーによって起こるものです。それは現実逃避であり、宇宙に対する信頼のない状態です。第7チャクラ、第1から6チャクラをバランスし発達させていくことで、第7チャクラが開き、肉体、精神、感情、魂が統合されます。これがツインレイ初世の課題と言われる自己統合です。そして一度第7チャクラまでたどり着き覚醒したからといって、それが人生のゴールでも覚醒のゴールでもありません。第1から6チャクラの課題を順番にクリアし、第7チャクラで自己統合、自己覚醒、自己実現を果たした後、またさらなる課題をクリアするために第1から6チャクラをより発達させ目覚めさせる旅に出るのです。一度のサイクルで全てのカルマを解消し、全てのエラーを取り除き、全ての潜在能力を開花させられるわけではありません。今の自分に乗り越えられるだけの課題が与えられ、今の自分に達成可能なものだけがクリアできます。そうやって階段を一段ずつ登っていくことしかできず、それはみんな同じなのです。ツインレイの自己覚醒、ツインレイの過程において、ツインレイ女性の方が自己覚醒が先で、男性の覚醒が後という情報が多くありますが、私の経験からの考察では、確かに女性の霊的覚醒が先です。サイレント期間中に女性側がスピリチュアルな霊的覚醒のサイクルを一旦完了させ、第7チャクラで魂の自己に目覚めます。そしてツインレイ男性と再会し、統合期においてツインレイ男性の霊的覚醒のサイクルがスタートします。ですが、それと同時にツインレイ女性側もまた新しいサイクルの旅が始まり、今度は現実レベルにおいての自己実現に向かっていきます。そして後を追うように、ツインレイ男性の現実レベルにおける自己実現の旅がスタートする。そうしてお互いにエネルギーレベルと現実レベルでサポートし合いながら、この7つのチャクラのプロセスを繰り返していくことで、より目覚めた自己で臨む現実を想像し続けていくというのがツインレイのプロセスなのだと思われます。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。